パーファイナルフィディアルクリエーションプレゼンツ K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者175センチ、 60.0kg、 日本ザ・スピリットジムチームトップゼロスララ東京クラッシュスーパーフェザー級王者レオナーペーパータケルのストーリーをぶっ壊すな、この右の石の拳、挑戦者レオナペータース。いい顔してますね。赤コーナー168センチ、 60.0kg、 日本 K-1 チーム相模王のクレスト、K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者タケル。覚悟の違いを見せつけます。あの時の顔、大一番の時の顔です、タケル。そしてリング下からは那須川天心選手がこの戦いを見上げています。さあ、マサトさん、はい、改めてこの戦い、どんなところがポイントになるんでしょう。いやーもうね、お互い勝つっていう気持ちはものすごく強いですから、捕まない、まあ、本当に、すごい、視線がスパークします。死闘ですよ、死闘、決闘ですよ。まさに死闘が始まる、戦いが始まる、ここは戦いの殿堂、日本武道館。八角形の建物の中に、四角いジャングルです。タケル選手がリングインすると会場の雰囲気が変わるんですよね。そうですね、ガラッと変わるんですよね。これラウンド1、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。 K-1 スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャンピオンがタケル、1年ぶりの戦いです。インドを放っていく過去日本人最強の挑戦者レオナペタス、青いグローブ。まあ、マサトさん、当然身長差、はい、7センチ差ありますよね。そうですね、でもこうタケルがね、あんまり最初にね、どう蹴られたのあんまないですからね。そうですね、お二人とも同じような手ですよね。足をパーリー流しながらプレッシャーをかけるというタケルです。タケルプレッシャーかけてますね。コーナーに追い込んでいこうというところ、ローキックをお互いに蹴り出してきました。もう一つインローです。タケルもね、この間の1ヶ月前のあのK-1 アワードの時に、ちょっとカーフキック今練習してるんですよって言ってたんですよ。そうですか、最初カーフ蹴ってましたよね、前足の膝から下へのローキック、これです。長嶋一茂さん、どう見てますか。いやー、お互いの迫力というか、気持ちがね、この一戦にかけるのがもう伝わりますね。これ当然遠い間合いではレオナペタス長距離です。右のフックを振っていきます。タケル中に入れるかどうか、インローキック、お互い今足から削ってますよね。もう一つインローだ。本当にレオナペタスの蹴りが結構入ってますよね。お互い入ってますね。あ、これも右のローキックだ。レオナサイドフック、左フックから右のストレート、笑ったタケル、早くも左入ったぞ、ジャブ、カウンターの膝、これが転倒、効いた効いた、レオナペタスの膝パッチ効いた、タケルの打ち合いになる、こうなるタケル、もらったタケル、左下、お互い笑ってる、二人とも笑ってる、お互い見てますね、二人とも笑ってますよ。もうすごいんだ、ナイスピッチャー。あー、ローローか。今でも西川さん、タケル選手もちょっともらってましたね。西川さん、はい、西川さん、どうですか。タケルもちょっともらってましたね今。でも表情がもうね、笑顔が出てきてるとかと、もうそれぞれ本当に死闘がいっちゃってますね、はい、もうアドレナリン出まくりですからね、レオナのいいジャブ入りましたね。そうでしたね。ペタス選手の、はい、あのパンチって、まあグローブ越しで、これごめんなさい、マサさん何オスだっけ。8です、8ぐらい。あのペタスのパンチはもう、切れるパンチです ね、なんかね、グローブ越しでも、ね、拳で握られて打たれてるような感覚らしい、ね、とスパーリング相手が言ってました。まさに彼、石の拳って言われてますからね、はい、右のローキックです。インロー、前足をどんどん蹴ってきます。関根さん、これ作戦でしょうね。そうでしょうね、手数で負けないっていうね、まずね、インローを流して、さあこの距離、タケルが距離入ってきましたよ、自分の距離に。あ、そうですか、はい、左ハイキック出してきたタケル、前手でフェンシングのようにジャブついてくるのはレオナペタス、青いグローブ、うわー、右ちょっと届かないか、すごい、わー、前手刺してきます。そう、あの手が前に出てるんで、顔が、うわー、出た、カウンター、膝、右、さあ、最後は勝ちました、タケルの
の時間でもあります。これ危険ではあるが、うわー、タケル左も入れた。近いぞ、また巻いて刺してきます。すげー戦いだ。クロス、タケル、逆に右のフックはレオナペタス。あのタケルがあの レオナがローキックカットしてないんで、これ、足効いてきちゃいますよ。うわ、そうですか。また終わった。パンチ認識がいってるんで、ローカット忘れてますね、ペタス。あ、そうですか、レオナの方が。レオナの方が。でもマサトさん、レオナペタスの右手の前手、あの刺すようなパンチ、刺すような、邪魔ですね、タケルからすると。あっちのパンチ認識いっちゃって、ローのカットしてないんで、これ効いてきちゃいますよ。なるほど、今1ラウンドですから。なるほど、カーフキックという話もありました ね、 ですね。これです、今のね、今のまとめやりました、ね、入れた、入れたのはレオナペタス、笑ったのはタケル。タケルが返ってきた。すげー、聞いてる聞いてる。あー、どうですか、すげー、タケル。うわー、1ラウンド、すげー、足来てる。西川さん、すごいもの見せてもらってます。すげー試合だ。これはね、このラウンド1分でダメージ抜けないですよ。すごいな、これちょっと一茂さん、やっぱりこれまでと物が違いますね。そうですね。いや、僕が見た中でこのテクニック世界最高峰です。こんなん見たことない。でもね、試合前にペトスは言ってたんですよ、1回2回倒されたら3回倒し返せばいいって。おこれでも今まともに入りましたよ、ね、入りました、ね、でも足にかなり確実に来てますよ ね、 ね、2ラウンド目今頭から後頭部から起こっちゃってるんで、2ラウンド目もダメージ相当あると思う。あると思いますね。どれくらい回復してるかですよ ね、 よね。1分で回復できるのかな。でもまあ2回倒されたら3回倒し返すっていう気持ちも見たいし、まあタケルはまあ決めに来るんじゃないですかね。すごいことになってますよ。どうなるか、ね、レベルが違いましたね。どうなるか。ラウンド2、コロナ禍で沈みがちな世の中、あの頃の K-1 が帰ってきています。今のカーフキックまともに入ってるもんね。右のパンチ、あ、レオナ足動き悪いね。あ、やっぱりカットしてないですか。今の動きは足効いてきてるね。あ、効いてくるよこれ。タケル今度はインロー、これまたカーフキック、動けない、踏ん張り効かない。タケルがどんどん詰めてきます。来た来た、うわ、まともに入ってるカーフが。うわ、あ、逆に入れた、入れた、来た、打ち合いだ。タケルタイム、ペタスタイム、どっちだ。タケルが、タケルがタイム取った。いや、これすごい、わからない。すごいな、来た、極上の時間だ。 K-1 が帰ってきた。すげえな、これタケルが返ってきた。足効いてる、効いちゃったね、今足も効いてるね。レオナ打たす、あー、左のタケル、レオナも出る、レオナも出る、しかし足踏ん張り効かない。もうカーフも効いてますよ。効いてますね、カーフも効いてるし、頭も効いてる。頭も両方ありますね。さあ、潜ってボディが左フックストレート、倒した、倒した。ごめんな。天才なんですよ。天才。俺があのペタスカツって言ってたから、初めて俺にマサトって呼び捨てします。ごめんごめん。あとね、約束なかったけど、まあちょっと俺に対するフラストレーションがあったんでしょうね。見ておけよみたいな。あとは先にレオだって言ったから。そう。タケルのね、あの強さってパンチだとか蹴りとかね。皆さんもうお気づきだと思うんですけども、はい、実はね結構打たれ強いんですよ。そうなんです、そうなんですよ。あのね、顔も相当クリーンに入ってたのに、普通の選手ならね倒れてないもんね。倒れてますよ。でも倒れないんだよ。いや、西川さん、これただの、西川さん、ただの KO 勝利じゃないですもんね。全然違いますね。昨年の怪我もありましたし、それ乗り越えての勝利ですから、本当に大きなものもらいました。黄金の紙テープが舞います。タケルの笑顔が帰ってきました。さあタケル、次は誰だ。ねえ、本当に自分の力でね、この絵持ってきたんじゃないですか。あの一番を引き寄せたんじゃないですかね。これこうなったらもうやるしかないでしょ。やらないと。
今日来てるでしょ。そうですね、これに負けたらね、まあ、ここで逃したなとは思ったけど、そうですね、勝ったってことはね。確かに、いやでも長嶋一茂さん、やっぱり沸かせて勝つっていうのがすごいですね。沸かせて KO で倒すっていうのが、まあ戦前予想って、はい、まあ、勝負拮抗するだろうと相当高いレベルで、はい、正人さんはもしかしたら若干レオナが、ね、有利かもって話もあったりしたんだけど、まあそういうのも、まあ、確かに武尊君は自分を鼓舞するために正人さんの話とかも聞きながら、ね、このリング上で見せてくれた感じがして、いや彼のポテンシャルまた上がったんじゃないですかね。そうですね、そんな戦いでしたね。正人さん、はい、今、レオナメダス下がりますけど、ぜひ一言エールをお願いします。いやでも本当に、ね、やっぱりレオナがいたからこそここまで盛り上がったし、ね、まあ、武尊も強くなったし、本当にレオナも最高の、ね、負けてしまいましたけど、本当に、まあ、いい試合しましたよね。そうですね、関根さん、そうですね、はい、やっぱりね、メダスがね、攻撃して武尊を倒そうとしたじゃないですか、はい、でクロスしてお互いのパンチがもう当たり合って、だからこそいい試合が生まれましたよね。そうですね、でも久松さん、やっぱりこういう時やってくれますね、タケルは。いやもうさすがカリスマですよね、これが本当タケル選手はすごいんだなって改めて感じましたね。さあ再びタケルの元にベルトが返ってきます。まあ、ある意味これタイトルマッチを超えた内容だったかもしれません。さあもう一度そのシーン振り返ってみましょう。うわ、これタケルもパンチ打って体が自分の体が触れてるぐらいですもんね。いやもう本当思いっきり振りましたよね。でも本当に60キロの男ですからね、昔の K-1 のこうヘビー級の男だからこそ面白いと思ったけど、考え方変わりますよね。いやすごい、それは先駆者はでも正人さんです。俺はそう思ってるよ。すごいな、これは2008年、正人さんが準決勝で佐藤義弘さんを下して、決勝で岸子を下して優勝したのがこの場所でした、はい、あれは70キロでした。さあ60キログラム最強のベルトがまたその腰に返ってきました、タケルです。でもこれでね、負けたらタケルの格闘技の物語が終わっていましたけど、勝ったことによってでかいでかいストーリーがね、そうですね、できましたねって断言しちゃいましたけど、大丈夫ですか。ファンの方はやりましょう、ファンの方はみんな期待してると思います。やりましょう、誰もが。続きまして、トロフィーが贈られます。プレゼンターは西川さん、はい、まあ、普段のタケル選手はよく知ってると思いますけど、はい、やっぱりリングの人ですね、この方は。縁があって、実はクラッシュなんかも拝見させていただいたりとかしてたので、そういったこう1年ごとの変化だったりとか、あとトレーニングだったりとかの変化みたいなものもこうそばで見させてもらってきて、本当にこうやって勝利が多分いろんな方に勇気を与えていると思うので、その大きさが本当に嬉しいですね。でも西川さんとしてはちょっとヒヤッとした場面も何度もあったんじゃないですか。いやいや、でもね、やっぱりこう皆さんの応援が、うん、彼の背中を押してくれたと思います。なるほど、久松さん、はい、本当にいいタイトルマッチになりましたね。いやもうこのお祭りを締めくくる一番いい試合でしたね。そうですね、武尊選手の拳にはね、やっぱり K-1 を背負ってるっていうね、なんか重さがあるんですよね。なんかやっぱりね、パンチがねすごいんですよ、とにかくキレというか、すごいね。いや僕も3月見た時に凄さはもちろん十分分かったんだけど、まあ、1年経って効かせるカーフキックっていうんですか、これ1年前やってなかったと思うんですよ、ね、やってなかったね。今日は聞かせてましたからね、完璧に。
だからそこの進化というか、はい、うん、相手を想定しての戦略というか、さあすごいなと思う。タケル何を語るか。今日はたくさんのご来場本当にありがとうございます。この、コロナとかいろいろ問題があって僕が1年間試合できなかったんですけど、その分やっぱ今日の試合で1年間パワーを与えれなかった分、格闘技好きだけじゃなくて日本中世界中の皆さんにパワーを与えるのはやっぱり格闘技の力があると思うんで、僕の試合でパワーを与えれたらよかったなと思います。で、まあ本当今日ケースフェスタの K1 ウィークの最後の砦でやっぱり KO じゃなきゃダメだなと思って、やっぱりレオナ選手パンチあるしすごいいい選手で、僕もアマチュアで2回試合してるんですけど、その頃から強くて本当にいい選手だったんで、今日試合この最後のリングで最後の場所でレオナ選手と戦えて本当に嬉しかったですし、やっぱ K1 は KO じゃないと、まあ、なんか判定もいろいろ言われてますけど結局やっぱ倒した方が勝ちなんで、それを体現できたらいいなっていう風な気持ちで今日は KO しました。これからも K1 だけじゃなくてもう格闘技、まあ、スポーツ全部ですけど本当人にパワー与える力があると思うんで、ぜひこれからもパワー受け取ってもらえたら嬉しいです。そして、本当に今日会場にスペシャルゲスト来てくれてるんで、那須川天心選手今日はご来場ありがとうございます。K1 へようこそ。そうですね、本当に天心選手も本当世界中の強豪を倒して世界最強を証明している日本人の一人だと思うんで、天心選手と最高の舞台で最高の試合を僕はやりたいと思ってるんで、はい、本当に本当に長い間お待たせしましたけど本当にこの試合は多分格闘技界にとってもスポーツ界にとっても日本にとってもめちゃくちゃパワーのある試合になると思うんで、絶対僕はやろうと思ってるんで、ぜひ天心選手よろしくお願いします。これはすごいなぁ、みたいな。はい、すいません長くなりましたけど、本当今日は K1 に来てくださって本当にありがとうございました。これからも K1、タケルでもう格闘技界全体をみんなで応援してもらえて、もっともっと盛り上げていってもらえたら嬉しいです。今日はありがとうございました。格闘技最高、ありがとうございました。皆様、王者タケルとして一発と正解、もうマサトさん、タケルの口からちゃんとありましたね、はい、その気持ちは。そうですね、本当に、まあ、自分の力でそこまで持ってきましたからね。そうなんですよ、ね、あとはもうね、もう全て揃ったんじゃないですか。なるほど、あとはもうやるだけですよ。そうですね、やらないと。そうですよね、天心選手はボクシングに転向しちゃいますから。ね、そうですね、その前にぜひ決着。そっか、それがある。なんかこの2人の試合を見るたびに、タケルの試合を見たら絶対こうタケル勝つな、天心の試合を見たらやっぱ天心勝つなんですよ。いつもそういう気分になっちゃうんですよね。そうなんですよ、そうなっちゃう。だからやってくんないと分かんないんですよ、そうなんですよ我々は。西川さん、はい、ワクワクしますね。そうですね、本当に我々エンタメもそうですけども、スポーツなんかも皆さん自粛がずっと続いてた中でこういった勇気を与えてもらえる試合は本当にこれから絶対必要になってくると思うので、今日一日こうやってこの会場に来させてもらって本当に良かったです、うん、ありがとうございます。コロナ禍の中にあってみんなこうなかなかバッて爆発元気出せる時間がなかったのが久々な空気でしたね。本当に爽快でした。久松さんどうでしたか。いやそうですね、まあタケル選手と那須川天心選手が戦うってなったら本当に格闘技を知らない方も興味を持っていただけるんじゃないかなって思うので、これはぜひぜひ楽しみな試合ですね。はい、でもこの K1 ウィーク、はい、デイ1、デイ2で昨日のクラッシュと、ええ、まあ、総試合何試合ですか。50試合です。50試合、100人出ました。100人の中でやっぱり一番輝いたのはタケルでしたね。間違いないでしょう ね、エースっていう感じしましたね。間違いない、関根さん、はい、
それはなぜかというとやっぱり覚悟が違うんでしょうね。やっぱもうね背負ってるんですよもう、だからねすごいんですよね、だからそういう意味ではね、スーパースターのこのなんていうんですかね、特別なこのオーラっていうんですかね、ですからマイケル・ジャクソンとか、はい、タイガー・ウッズとか、もうそれに並んだんだと思いますよ、僕はそう思いますよなぜゴッドファーザーさん、誰かテーマが流れ始めた